おや客人はラフの将軍だったか。あの悪者、やっぱりここでうちらを待ってた。恩人様も来ているのですね。薬王秘伝がうぬぼれるのもうなずける。この剣木は確かに生を作り出す力を持っている。元老のやつ、何してるの？確かにその名の恥じる。これで何ができるか試してみるとしよう。そう、泉州に長命をもたらした力で壊滅を与えようではないか。元老め、剣木から奪った力を使っているようだ。諸君はあれら原価の大将、私が奴の肉体を撃とう。我に力を。その陰謀は実現しない。運気必須。大言を吐き合って、剣木が生み出したこの尊き体を撃つなど、わらわにとってこの場にいる全員が虫けらに等しいというのに。吹き飛ばされる。気をつけろ、なのか。取材の時だ。先週一緒。我に力を。運気必須。虫けらを潰すのに持つ星ほど適したものはない。宇宙のすべては壊滅を迎える。豊穣も遵守も例外なくな。時期を読んだいい資料だ。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。エモージャ再臨。この身こそ純種の矢尻。泉州一緒。泉州の将軍様は炭鉱殿、あとは任せた。勝利を手にしたと思ったか、元老。まさかお主、不朽の竜の血族か。おお、今さら剣木を守る役目を果たそうと。避けられないにせ、我に力を。排除する。退け。君らはこの地下生徒し、君らに選ぶ余地はない。気だらけ。運気必須。代価を払ってもらう。私たちを虫けらと言ったね、元老。虫けらとほぼ互角に戦っている君も絶滅大群の中では初めてなんじゃないか。それはつまり他の絶滅大群にも会ってみたいという意味か。残念だ、お主らにその機会は訪れない。いいや、その技はもう見飽きた。
我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。亡者再臨。我に力を。その陰謀は実現しな。先週秘書甘く見たな。全てを終わらせる。君らはこの力成分し、君らに選ぶ余地はない。やきかよ叫ん。排除する。どんな隙も見逃さない。始めよう。大事ない。死に際の虫けらが次の演目では、お主らをボイドレンジャーに変えよう。壊滅の力に蝕まれナヌーク様の駒となるがよい。よし、決めた。この傲慢極まりない天守の将軍からにしよう。泉州の将軍様をボイドレンジャーに変えて、ラフでかっこいい愛用が起きるだろうか。そんな壊滅は実に楽しみだ。お主の将軍だが、失ったのはわらわが作った肉親でしかない。果たしてお主はいつまで持つだろうな。泉州が壊滅する日はすぐ訪れるぞ。さあ、壊滅の創業よ、メギオンに次ぐ殉職復讐は必ずや果たされる。ケイゲン、大丈夫？ああ、なんとかね。相変わらず息が合っているようだ。元老、恐ろしい敵であった。もし彼女が壊滅の力を私の体内に注ぎ込み、これも炭鉱殿のおかげだ。君の見事な一撃が私と緊密につながっていた元老に重傷を負わせ。そういうことだったんだ。炭鉱が槍であんたを刺した時はびっくりしたんだから。残念ながら壊滅の指令はそう簡単に滅びはしない。しばらくは元老の力も落ちたままとなり、剣木に再び手を出す心配もないはずだ。それらのことは普賢殿に任すとしよう。私はちょっとケイゲン、目を開けて。こんなとこで寝たらダメだよ。ねえ、起きてってば。